演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらグリコのジャイアントコーン3種類を食べたいと思います。赤、黄色、青、信号機みたいですね。で、なんで今回これをやるのか思ったかなというのは後で説明しまして、アイス溶けると嫌なんでさっさと食べちゃいますね。ではまずはシンプルなチョコナッツ。ガーあーちょっと食べなきゃならない、やっぱり急がないと。ではいただきます。やっぱり最初はシンプルからいくのがいいよね。ザクザクとした食感がまたいい。そして本当に最後まで入ってる。チョコが濃厚なのはいいんだけど、もともとチョコいっぱいだからちょっとくどいかなこれ。チョコとバニラのバランスがいい。これが一番待ち望んでいた形かもしれない。どうかな。まず共通、全ての共通点としてコーンの部分はサクサクしていて、食べ進めていくとパフの入ったチョコのさらなるザクザク感があって、最後の部分にもチョコレートが詰まっていてとても美味しかったですね。でその上でいきますと、まず最初に食べたチョコナッツ、これは上の部分がナッツなので他の2種のクッキーよりも少し香ばしさがと歯ごたえがあって良かったです。ザクザクとした歯ごたえがあるので、歯ごたえを求められる方はこれがいいかもしれません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。はい、続きましてこちらのクッキー&チョコ、なんかちょっと変ですね、開き方がこんな形になりますが、これは上の部分がチョコクッキーになっていて、中のアイスもチョコでチョコ尽くしなのですが、ちょっとチョコがくどいかなっていう感じがありましたね。なんか全部がチョコなので好きな方には当然好きなのでしょうけど、途中でちょっとワンパターン化してしまうので、もうちょっと変化があったらよかったかな、何か一箇所でも違う部分があったのかなと思えた部分があったのがちょっと残念でしたね。まあ、美味しくはありましたのでこちらの点数とさせていただきます。で最後に食べたこちらのチョコメ&ミルク、これが一番総合的なバランスが良かったですね。ザクザクっとしたクッキー生地の後にチョコレートとバニラが程よい感じで混ざってきて、だけどチョコレート食べた後に食べたのかな部分もあるのかもしれませんが、個人的にはこれが一番好きでバランスが取れていました。バニラでさっぱりとして最後まであっさりなるほどですよね。こちらの点数とさせていただきます。で今回なぜこのジャイアントコーン3種類を食べ比べようかと思ったのかと言いますと、なんか先ほど最後までチョコレートが詰まってみましたが、それは最近リニューアルされてそうなったということらしいんですよね。でそれに関連するオンラインイベントが先日、まあ、この動画を見ている方もご存知かもしれませんけど、江崎グリコの公式チャンネルの方で放映されていて、そのイベントにオンライン参加者として Zoom で自分も参加していたんです。ただその時ちょっと不手際があって、ジャイアントコーンの用意がジャイアントコーンがというちょっと残念な思い出になってしまったので、今日はその雪辱を晴らすべくこちらを食べ比べて幸せを感じたいと思ったわけです。最後まで幸せ本当に感じることができました。空洞がないっていうのがいいですね。空洞があるとちょっと心の惜しさが残ってしまいますから、本当に美味しかったです。リニューアルありがとうございました。もし新フレーバーとか出たらまた食べてみたいです。ヘビ住むやサラリーマンほどこの家に、ヘビは幸福な家に住むと言いますが本当なのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。